手のひら底突きと膝蹴りの合わせ技。手のひら底打ちは格闘技や武道における打撃技の一種である。手のひらだ、底手のひら、手のひら底などの略称でも呼ばれる。手のひらの手首に近い部分で相手を叩く技である。聖剣突きやパンチ攻撃などと比べて打撃対象の内部に浸透する重いダメージを与える技である。c 部位。 そこ手のひら手のひらの手首に近い肉厚の部分、または付け根の硬い部分。ストレート、フック、アッパーカットと拳と同様の使い方ができるが特に鼻、顎先を狙うストレート打ち、顎先、こめかみを狙うフック打ちが頻度が高い。オープンフィンガーグローブが一般化する前の総合格闘技では、素手の拳による顔面への直接攻撃を禁じていたため、 手のひら底打ちで顔面を攻撃することが多かった。正面から顔面を狙う手のひら底付きに対して指導官の添野義次が大戦道場時代によく用いた手のひら底技は、頭上から相手の横面や米紙めがけて手のひらの付け根を振り下ろすように当てるもので上から切り落とすようにするのがダメージを与えるコツだという。相撲で使われる突っ張りと張り手も 手のひら底付きや手のひら底打ちに共通した技である。参考文献の3、94ページ、大仙道場の主義手のひら底、特集パート3、ありがとうございます。